佐田隆の言い分が面白いので、ちょっと笑い話のように聞いてもらったらいいと思います。ちょっと皆さんのちょっと意見も聞きたい。自分たちがめちゃくちゃ笑うんで、サーファー隆の人、四国の人ね、立花隆をぶっ壊すであるが、立花隆は器物ではなく生身の人間であるから、ぶっ壊すはおそらく同志の政治的思想行動、あるいは政治所属政党を打倒するぐらいの意味だろう。まあ、要は立花隆をぶっ壊すっていうのは何ら問題ないという主張をしています。まず一つ目、ここはね、まあまあ面白くないけど、次に立花隆は見た目が豚についてである。見た目が豚というのはつまり肥満体、太ってるということだろう。しかし被告代理人が目にする立花隆は見た目が豚では全然ない。例えば被告代理人は高身長であるが、誰かにチビと言われても何言ってるのでかで終わり、何も感じない。見た目が豚と言われた立花隆も同じではないか。おい立花、お前殺すぞ、何とも下品な言い方である。しかし言った方も言われた方も本当に殺すとは全然思っていない。本当に殺す人はこんなことを公言しない、聞き流せばいい話である。司法の救済の対象外である。お前殺すぞって大声でインターネットで叫ばれても聞き流せっていう一生なんですけど、ひよらせるぞ、難聴になったか、立花が一番ひよってんのはひよってる男が俺だから、立花脱世が日本語として意味が取れない、何を言ってるのかわからない表現で加害することはできない。弁護士が言ってるさ、私自分の依頼人が何言ってるか分からへんから、何言ってるか分からへんことは裁判の加害行為にはならないだろうとか、まあまあギャグっぽくないですかね、これ。いくつ足してもゼロである。いや、さすがにお前殺すぞって言ってそれでいけるんやったら、だって立花隆をぶっ壊すって言った後にお前殺すぞって言ったら普通に殺害予告じゃないの、これ。別に信頼関係があるわけでもないしね。裁判するする詐欺についても10万円を300万円にするっていうことについては、これはつまりサーファー隆を威嚇している、被告を威嚇しているわけであるって言うんですよね。いや、10万円で話し合いしようよって裁判官入れてね、もうちょっとさすがに悪口ばっかり言ってても仕方ないから、しかも向こうお金儲けしてるわけですよ、広告つけてるから。それをね、話し合いしようと思って裁判を起こしたけども、弁護士が来てね、弁護士がついたら困ることあるんですかって言ったら、こうやってわけわからんこと弁護士言ってくるんですよ。一番わけわからんことはね、僕が国政政党の党首だって言ってるんですよ。とっくに辞めてるじゃないですか、僕3月8日に辞めてることすら知らないんですよ。だから国政政党の党首なんだから、こんなことは受け流せって言ってきてるんですよね。だからそれ代理人は知らないんですよ。でこれ見てないんでしょ、多分サーファー隆もなんかコメント来てる、あいつどうせこれ見とるんやろ見てんねん来てます、来てるやろ、はい、どんどん宣伝してくれよって言ってます、うん、そうでしょ。だからこういうことになるんですよ。だからまあこうやって宣伝してほしいからってなるんだけども、これ当然民事で今やってるけども刑事の方も持っていくからね。これ誰が言ったかっていうのはあえてちょっと言いませんけども、まあ警察関係者がこう言ってました。もう本当に YouTuber のこの迷惑系めちゃめちゃ困ってると。それはそうですよね。小銭一生懸命稼いでるわけですよ、大げさなこと言って、まあ、タイトルにつられて見る人もいるでしょ。だってね、名前がホリエモンとかオジルとか立花って出てきたらそれだけで見るじゃないですか。サムネに反社との付き合いとかって入れたらね。でこういうことをいろんな人がやっぱりやってるらしいんですよね。それの被害届けが、まあ、被害の相談が警察の方にめちゃくちゃ多くなっていて、だから警察の方も本当に今困ってるのは困ってるんだけど、ただもちろんそれで死んでしまう人もいるからっていう状況でね。でこうやってもうこうやって喜んでるわけでしょ。これも見て全然反省してないわけですよ。これも証拠になるからね。今これを見てどんどんやってくれ、宣伝してくれってコメントしてるんでしょ。ですよね。目的が公的なものじゃないんですよ。これ一つ証拠が取れてるんですよ。名誉毀損の阻害要件っていうのは、いわゆる違法性阻却事由っていうのは、公共性と公益性と真実、あるいは真実相当性なんですよ。彼自身自ら公益じゃなくて私益であるということを今コメントしちゃったんですよ。自分の利益のためにどんどん宣伝してくれって言ってるわけですよね。公益性がこれで欠けてしまうんですよ。
これをやることによって多くの人が多分止まると思うんですね。僕ここはさすがに。だって沢田隆が4年間あれだけやり続けて裁判もされずに警察からも呼ばれずにってやったら抑止力にならないじゃないですか。裏側でこれ弁護士からも聞いてるけど、なんか徳島の裁判負けてるけどお金ないらしいのよね。だからそこについても徹底的にやるんで、もうお前横浜地裁に呼ばれるから、ね、もうすぐちゃんと聞いてるから。要はお金がないので払えないから、裁判負けたお金払えないから横浜地方裁判所に来てお前の財産教えろって言われてる状況、もうすぐ呼び出し来ると思う。そこも徹底的にやるし、今お金なくてもちゃんと相続まで追いかけるから。もちろんお家のその全部マンションとかもあるの知ってるから、そこのやつも調べるから、ね、こっちはもう徹底的にやると決めたらやるから、今まで放置してただけの話です。それを皆さん期待してるんですよ、どっちかって言ったら。僕に対してはそうでしょう。警察とかその裁判とかがやってくれないものを徹底的に悪い人を成敗してくれるから立花隆なんでしょう。多分それすごく僕分かってきたんですよ。ただそういうね、威迫したりとかやるんじゃなくて、ちゃんと堂々と法の立場でこうやって皆さんの前で堂々とやってるじゃないですか。サーファー隆にその正義とかがあるんだったら黙ってきたらいいじゃん。裁判所にわざわざ弁護士なんかつけなくても。国政政党の党首と思い込んでるのは弁護士になんで任せるのよ。見たら分かるじゃん、弁護士に一人でしょ。で弁護士が間違ってても何も言わない。でこれを今だから沢田隆だけで、これをだから黒川とか全部やっていきますから。もちろん大津に対してもね。で大津の件に関して一番大事なのは、3月の29日に遡って辞任、あるいはどんなに悪くても5月の10日に遡って解任ということで、裁判所の方がもし我々が勝てば判決文を書くということなので、3月29日に辞任したということで、この間に大津がやったことについては大津やか個人が責任を取らなきゃいけないということです。いわゆる就任辞任で、辞任を登記するということで、3月29日辞任で登記が来年とかになりますけど、この間は彼女は無権限になるので、この間にやったことについては彼女が個人的に責任を取らなあかんということです。個人情報の漏洩なんかもこれは政党がやったというよりも彼女個人がやった集まりの中でやったから彼女が責任取れということで、個人的に損害賠償の請求ができるということです。その辺はね、訴求するっていうことはちょっと僕もびっくりしましたけども、NHK の未契約の本と一緒ですね。いわゆる NHK の未契約の判決文の主文第1項っていうのは、放送受信契約の申し込みを承諾せよって書かれるんですよ。原告 NHK が申し込んでます、被告の一般市民はテレビ持ってる人はそれを承諾せよ、つまり契約をしなさいっていうことを裁判所が命じるわけですね。そこには何年何月付でって書いてあるんですよ。テレビを設置したことが発見された日に遡れっていう、契約はここだけどこっから責任取れよ、で10年分だったら約16万円とかを払えっていうのが第2文で出てくるわけですね。だからあなた今から裁判負けた日からお金払えばいいと思うじゃないですか。じゃなくて遡れっていうことが NHK の判決文でもはっきり受信料で出てるわけですね。だから今回の代表権も、大津彩香が辞めて斉藤君が3月29日、大津彩香が辞任して斉藤君が就任することを承諾せよっていう主文になる、勝てばね。でそうすると3月29日まで遡るので、3月29日以降に大津がやったことっていうのは全部、無権代理人がやったことってなるので、これ大変なことになると思いますよ。我々が仮に負けたとしても、我々言ったって財力もあるし、そもそも党のお金使ってないじゃないですか。預金下ろせって言ってないですか。向こうは預金下ろしてくれって一生懸命言ってるわけですよね。で何か使ってるわけじゃないけど、党の名誉とか毀損しまくってきてるんで、その個人情報の漏洩とかもそうだし、そういうことで向こうは裁判負けたら大津個人がとんでもない債務を背負うことになると。もちろん今政治家女子法廷と党の役員とか党員、党員までいかないけど役員を名乗ってる人にも当然責任はいくということに、共同不法行為ということになるので、これ共同不法行為というのも野球よく例えるけど、野球やってる人がファールボール打ちました、歩いてる子供に当たりました、じゃあその子供のお父さんは、野球やってる人誰でも打れるんでね、ピッチャーでもバッターでもセンター守ってる人誰でもいいんですよ。共同不法行為なんですよ。阪神タイガース対読売ジャイアンツがなると、これはちゃんとした組織会法人としてやってるので、阪神の選手を訴えても阪神タイガース球団を訴えるってなるんですよ。でも任意で集まってるものについては誰を訴えてもいいっていうことなんですね。今代表者を名乗ってる大津っていうのも、我々が裁判に勝てばそれはそもそも代表者っていうことじゃなくて、今政治家女子法廷と等で調子乗ってる人たちは任意の集まりだということで、その人たちを訴えることも十分可能だと思っています。
まあ、それぐらいの覚悟を持って、こっちもね命がけでやってるんで、覚悟を持ってやってほしいっていうことです。なんか言ってる沢田隆黙ってんの。お前には負けない。裁判出てこいよ。こっち本人訴訟でやってるんでね。NHK をぶっ壊